これは人とあやかしが共存していた時代。もとより陰界に属する魑魅魍魎は闇に潜んで機会を伺っている。彼らの目的は夜の平安京で暴れ、充実した楽しい毎日を送ることである。ごめんなさい、これからのことはわらわ一人で考えております。他には何も。ケロ。カッパさんはずっとずっと友達だよ。あ、はい。情ってのは難しいな。はあ、あれ、交換する？本人じゃなければ素直な気持ちが言えるけど。ああ、お互いの気持ちを交換して相手に届ける、ただの伝言役だけど。そうか、この賭けは価値あるけど、局面を逆転する切り札になるけど。恋のせいが相手じゃなかったらあんなに緊張しないかも。あの、何か。え、私は通りすがりの。はい。あの、決して誰かの頼みで来たんじゃなく、そうじゃなく、伝言でも何でもなく。そう。過去にとらわれて反省だなんて、一人じゃあまりにも寂しいじゃないですか。もしかしたら、どこかにその寂しさをなくそうと思っている誰かがいるかもです。わざわざありがとう。でもね、ここで雨が止まないの。雨が？心が晴れなきゃ誰も入れない。だからあの人に伝えて、気持ちに応えられなくてごめんなさいって。え、彼って。あ、いやいやいや、私は誰にも頼まない。何、カッパさんから。いや、カッパ、この間ね、助けられたの。ああ、お礼言えなかったな。でも言うなら本人に言わなくちゃね。ああ、そう。あの時私、自ら遠く離れちゃって死ぬかと思ったよ。でもカッパさんに助けてもらえたんだ。その女カッパさんっていい人なんだよ。ちょっと恥ずかしがり屋で、すぐにパーッと顔が赤くなっちゃうの。あいつは君に聞きたいんだ。でもね。でもカッパさんは素直じゃないよ。私の前じゃすぐにしどろもどろになっちゃう。もしかして迷惑って思われたかな。たまにはストレートに大好きだって言ってほしいな。私は何しに来たの。そうか、雨が。カエルさん、まあこれぞ人が水を飲むがごとく、霊団自ら知るってことだ。自分でやらなきゃ結果がわからないんだけど。だけどストレートにって言われてもどうすればいいんだ。そりゃ直球勝負ってことだろう。そんな、私にはとても。なんかイライラするな。え、なんであんたを慰める必要が。ごめんなさい。まあ少なくとも私たちは友達になったから、それでよしとするか。うん、そうですね。